日本神奈川県横浜市ほどが役。桜ヶ丘桜ヶ丘は神奈川県横浜市ほどが役の町名。現行行政地名は桜ヶ丘1丁目及び桜ヶ丘2丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は240-0011。大正時代に田園住宅地として開発された丘で各道路を桜並木にしたことから、 桜ヶ丘という町名になった。玉丘陵の東端で、片平川と今井川の新植国に挟まれた、標高57.8メートルの鉱石台地に位置する。主に低層住宅となっているが、桜ヶ丘の森などの天然林や農地も残る。ガツ県大、霞大、初根家宮、花県イなど、近隣にも高所地名が多数ある。面積は以下の通りである。 江戸時代は武蔵国吉次郡に属し、明治時代までは山林とわずかな形で人や家すらなかった。大正時代、地元の資産家であった岡野金之助は、ほどが谷駅に近く自然が残されていた当地を田園住宅地にすることを発案。開発の際、美観と名称地下を狙って桜並木も整備された。以後、桜の名所として著名になり、昭和初期、 神戸上町と星川町にまたがっていた当地を桜が丘とした。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。